アメリカ本土に開港されて技術調査中の400潜水艦。本型は軽巡洋艦並みの1 4トル手法を後部艦板に装備していた。向かって右に E14 潜水艦、左に401潜水艦も映っている。M6 衛星ランイ400型潜水艦の 飛行機格納塔格納塔の前で撮影された400の士官400型潜水艦は太平洋戦争中の大日本帝国海軍の潜水艦の艦級。特殊攻撃機精卵3機を搭載する潜水空母である別名戦徳型とも呼ばれるなお本型の計画縮小の補填として巡選港型を改造した E13 型潜水艦があり 外形が似ている。3機の特殊攻撃機、セーランが搭載可能であり、潜水空母である。第2次世界大戦中に就航した潜水艦の中で最大で、その全長はアメリカ海軍のガトウ級を27メートル上回る。通常動力型潜水艦としては、2012年に浸航した中国人民解放軍海軍の零三に、 型潜水艦に抜かれるまでは世界最大であった。理論的には地球を一周半航行可能という長大な航続距離を誇り、日本の内地から地球上のどこへでも任意に攻撃を行い、そのまま日本へ帰投可能であった。大柄な船体を持つが水中性能は良好であった。急速潜航に要する時間は1分である。同型艦3隻が就航したが、 いずれも大きな戦果を上げる前に終戦を迎え、連合国は日本の降伏までその存在を知らなかった。終戦直後にアメリカ軍が接収する際、その大きさにアメリカ軍士官が驚愕したという逸話が残っている。E400 及び E401 はアメリカ軍による調査の後。 自軍で使用することも検討していたが、ソビエト政府代表からの見分の要請があった直後、ソビエトへの情報漏洩を恐れて、ハワイ沖で魚雷によって、海没処分となった。処分後、その詳しい位置は記録されていなかったが、アメリカの調査課による10年来の海底調査により、2005年3月に401が、2013年8月に400が発見され、 海上保安庁により2015年8月にイオン102が海底から発見された。専門家によれば、イオン100型潜水艦はそれまで大艦兵器としかみなされていなかった潜水艦の用途を一変させ、第二次大戦後の潜水艦の設計、運用姿勢に大きな影響を与えた結果、各の時代の弾道ミサイル発射能力を持った潜水艦に行き着いたという。 実際、戦後に、アメリカ軍が浮上後の潜水艦から、パルスジェットミサイルの発射実験を行った、潜水艦が告示した形をしていた。第一次世界大戦後、日本海軍はドイツが製作した、小型水上偵察機をもとに、横小式1号水上偵察機を開発した。昭和初期、日本海軍は、潜水艦を敵艦隊艦し、 追記上職説に用いるという用法をおおむね確立。潜水艦への小型推定搭載は潜水艦の偵察能力強化につながっていた。これら航空機搭載可能潜水艦に搭載する機体は96式小型偵察機や零式小型水上偵察機といった通常の潜水艦作戦における策的用のものであった。一方、 特型潜水艦に求められたのは当初には水性艦爆の搭載でありそれが実際的でないとされたため特殊攻撃規制艦を新たに開発することになった設計当初精卵はフロートを装着せず飛水蒸気として運用される予定だった純爆撃攻撃用途の飛行機を戦略的に運用することを 計画上の主目的とした点で、従来の専用小型推定を偵察目的として搭載した潜水艦とは完全に一線を画している。太平洋戦争開戦後の1942年1月、鈴木義雄軍令部第二部長から艦船本部に対し、新型潜水艦について紹介があった。同年5月、水上攻撃機2機。 航続距離3.3万回り、連続行動可能期間4ヶ月以上という、特型潜水艦の艦型が決定した。この特型潜水艦が、イオニ1型潜水艦であり、水上攻撃機が精卵である。後日、黒島亀と軍令部、第二部長が、藤森康夫中佐に語ったところによれば、構想そのものは、山本五十六による。山本は、 アメリカ東海岸での作戦にイオン百型を投入することを基としており、戦士総書、潜水艦士では常に米国に直接脅威を与えるような作戦を考えていた山本長官の戦略思想から見ればあり得ることであろうとしている。ミッドウェイ海戦後の同年6月20日、連合艦隊司令部において関係者の研究会が行われ、 従来の規定計画軍船備を根本的に修正することになった。これが改め後計画である。同計画では潜水艦139隻建造することになったが、この中に特型潜水艦18隻の建造が含まれていた。計画席数18隻中、2隻は機関設備を、2隻は予備機関設備を持つ。搭載魚雷数は、 機関18本、通常型は22本。だが、選挙区の移行とともに計画は次第に縮小される。1943年10月15日府の軍令部将棋により、特型潜水艦は5隻に減らされた。最終的に3隻が完成した。建造計画の縮小を補うため、1隻あたりの 搭載機数が3機に増加された上、建造途中の高型潜水艦を、西ー2機搭載可能な潜水空母に改造した。400型の建造目的は、もともとは、アメリカ本土攻撃である。立案は、山本56であり南アメリカ南端を通過して、アメリカ東海岸を攻撃目標としていた。 スミソニアン航空宇宙博物館の近代軍用機担当学芸員ディックダンソはアメリカ東海岸を温密裏に攻撃するよう特殊設計されておりおそらくワシントン DC やニューヨーク市を標的としていたものと考えられるとしているそのため建造要項として3万3000回りの航続距離が要求された長大な航続距離は 船体の大型化に拍車をかけた。当初は、星覧の搭載数は2機であったが、イオン0 0型の建造数が、当初の18隻から10隻に削減されたことより、急遽3機に変更要請された。すでにイオン100においては、建造が開始されていたため、格納塔を後部へ10メートル延長するとともに、星覧の仕様を一部変更する。 格納扉にくぼみを設ける、弾薬庫と、対空火器の位置を変更する、などの設計変更で3機の搭載を可能とした。しかし、1945年5月に、ドイツが降伏したことで、大西洋方面の英米艦隊が、太平洋に移動してくることが予想されたため、攻撃目標は、アメリカ東海岸から、パナマ運河のゲートに変更された。 運河のゲートを破壊することによって、ガトゥンコの水を溢れさせようという計画であったため、セーランには、魚雷の装備が要求された。400百完成後、パナマ運河を念頭に置いた訓練が開始された。セーランの組み立ては、飛行機に不慣れな乗員が行っていたため、3機のセーランを発射するのに当初は半日近くかかったが、訓練後には15から20分程度で3機の射出が、 完了するようになった。しかし、その頃にはすでに大半の英米艦艇は太平洋に移動済みであり、今更パナマ運河を破壊しても戦略的意義がないということで、再び攻撃目標が変更されて、最終的には漆白地への特攻計画となった。通常の複核式戦隊の潜水艦は、一本の水密された筒からできている内閣と、 ソレの外部にメインタンク、補助タンク等を置き、さらに全体を包む外角から構成されている。400型では2本の筒を並列し、筒の一部を合着した内角を採用した。そのため、缶の断面図がメガネのような形になっている。この内角の外部を外角で包んでおり、缶の全高を抑えて安定性を高めることができた。 ディーゼルエンジンを左右の内角に2機ずつ配置し、横方向に4機のエンジンが並ぶ配置となった。2機のエンジンで1つのスクリューを駆動した。ン1 0 0の内角の髪型には、水密された飛行機格納刀、司令塔、これらを一体化したセールなど、大型の上部構造物を設置しなければならなかった。ため、安定性の確保は重要な問題であった。なお、メガネ型船体は、 e 51でも採用されている。飛行機格納等の直径は、星覧のプロペラがギリギリ収納できる直径4メートルとされたため、星覧の主翼の格納は90度回転させてから後方に折りたたむという、今までの日本海軍艦載機では類を見ない特殊な格納方法となった。フロート部分は取り外され、格納等外の最上艦パン下部に収納された。 カタパルトには4式1号10型を採用した。日向、大和に採用された1式2号射出機よりも40センチメートルほど大きく、最大5トンの航空機を射出した。射出動力は圧作空気である。3機すべての発艦には30から45分の時間を要したが、十分に訓練を積んだ400では15分前後にまで短縮することができた。 第6艦隊司令部により、当初はパナマ運河の次は1942年2月と6月、9月の複数回にわたって以後第25潜水艦などにより行われたアメリカ本土西海岸部への再度の攻撃が検討された。しかし、1944年12月に発生した東南海地震に加え、本土空襲で 愛知航空機の工場が破壊されたため、生覧の完成が遅延した。1944年12月30日、イ13とイ400をもって第一潜水隊が編成された。1945年1月8日にイ401、3月14日にイ14が編入され、潜水艦4隻となった。同年3月、イ400は、 関東搭載航空機との共同訓練を終了したが、この時点で、移住3、移住4には、星ランが搭載されておらず、格納庫は、空の状態だった。作戦目標の再選定が行われ、最終的に1945年6月12日、頃、ウルシーい白地の在白艦船への米機動部隊への攻撃が決定された。第6艦隊においては、 サンフランシスコ空爆を希望していたという。ウルシー湾奇襲作戦は、環状偵察機サイウンをトラック島に輸送する、光作戦と、ウルシー白地への精卵特攻攻撃、嵐作戦からなる。嵐作戦に先立ち、工作戦によって、トラック白地に進出したサイウンが、ウルシー白地の偵察を観光する予定であった。7月5日に、 大港を出撃した移住さんは7月20日のトラック白地到着を予定していたが消息不明となった。7月中旬に大港を出撃した移住4は8月4日にトラック白地到着。最運を陸揚げし作戦の第一段階が成功した。これにより第一潜水隊の攻撃予定日は8月17日3時に会合の上、 作戦開始と決定された。7月20日から21日に第一潜水隊は出撃。別のコースでウルシーに向かった。8月14日にウルシー沖の会合地点に無事到着して401との会合を待っていたが、8月15日の極音放送を受信すると、艦内でこのまま攻撃を実施するか、クレに寄港するか激論となった。最終的に、 艦長判断で攻撃を中止し、クレに帰ることになった。内地へ帰投する途中、400は東京湾北東500海里で、401は三陸沖で米軍に打破された。攻撃大使機関のアリーズミ大佐は401艦内で自決した。なお、この時米軍が撮影した400条組員のカラー映像が残っており、 後年日本の報道番組内で公開された。ありがとうございます。